レースかっこいいですね。やってみたいですか？それじゃ飛行機で試すのはどうでしょう。今回のお話はレースがテーマではありませんが、とても近い話だと思います。1988年12月31日のことです。まだクリスマス気分が残る頃、ロシアのカリーニングラードからウクライナのオデッサへと向かう旅客機が目的の空港へと着陸準備を開始しました。ご存知ないかもしれませんが、ロシアにとって新年とはビッグイベント。実はクリスマスよりも盛大に祝われるものなのです。もしかしてその事実が TU-134 便のフライトに起こった原因なのかもしれません。この日の天気はあまり喜ばしいものではありませんでした。暗く荒れた空、強風に視界不良、そして低く垂れ込めた雲。客室乗務員たちには事前にフライト状況についての警告がなされていました。全てのシステムはオールグリーン。飛行機はごく当たり前に目的地へと向かったのでした。実際そんな嵐でも76人の乗客と乗務員たちの気分に水を差すことはありませんでした。ことはオデッサの航空交通管制が着陸の許可を出した時に起こりました。パイロットが着陸態勢に入るべく準備を整えると、事態は急転直下します。航空機が降下していく速度が異常に速かったのです。なんと時速600キロ。操縦士は高度7500メートルの段階で警告のメッセージを受けましたが、乗員はそれを無視しました。後で分かったことですが、この時清掃重視は問題などない、このまま着陸できると確信していたのだそうです。それからも速度が速すぎますという警告が高度4400メートルで、そしてさらに3000メートルの段階で2度行われたのもかかわらず、2度とも無視されてしまいました。なんてことでしょう。当時の乗務員の心境がどうだったかはもはや知る由もありません。ですが状況は刻々と悪化していったのは確かです。空港まで70キロまで迫った段階で航空交通管制は着陸許可を与えてしまいます。そしてさらに最悪の判断ミスは続きます。パイロットはその速すぎる速度を保ったまま滑走路へと降り立つことを決めたのです。これほど愚かな欠点があるでしょうか。その時点で飛行機の速度は時速450キロで、この数字は安全と推奨されている着陸速度の330キロよりもはるかに速いものでした。飛行機は弾丸のように高速で飛びつつも滑走路へと降りるための車輪を出し終えました。しかし着陸装置はそのような速度の圧力に耐える設計はされておらず、安全対策を真っ向から無視したのです。そんな言葉はどこかへ風とともに去ってしまったようですね。ですがこの状況で最も驚くべきことは、機内において誰一人としてこの異常性を理解していなかったことでしょう。全てがいつも通りパーフェクトで、何も緊急事態は起こっておらず平和そのもの。乗員たちの決断以外はですが、操縦士は航空交通管制における全ての手順に逆らい、安全を訴える警告を無視し、乗務員たちに安全上ありえない狂った指示を出し続けました。それでもなお理解に苦しみますが、乗務員のうち誰一人として機長の命令に疑問を抱くことなく盲目的に従い続けたのです。事故の一番の原因は何かと考えるなら、まさに怠慢の一言でしょう。最後の「早すぎます」と告げる警告をないものとし、飛行機は滑走路へと入っていきます。時速は415キロ。飛行機はまるで衝突するように着陸し、止まることなく進み続けます。逆噴射はすでに全力稼働するも、あまりのスピードにうまく効果が出ません。しかし最終的に飛行機は最悪の事態が起こる前に止まることができたのです。飛行機は滑走路のセーフティーエリアギリギリまで走り続け、滑走路外へと出る 1.5 メートル手前まで迫っていました。結果としてフライト中誰一人怪我をすることはありませんでしたが、これはただ運が良かっただけのこと。着陸には衝撃が伴い、そのせいで乗客たちは怯えましたが、彼らは九死に一生を得たのでした。
ちなみにこの事件で未だ打ち破られることのない旅客機による最も早い着陸という記録を打ち立てました。記録は記録ですが、誇るべきものではないですよね。そう思いませんか？ぜひあなたの意見をコメント欄で聞かせてくださいね。操縦士と乗務員たちはもちろんその違法行為に対して懲戒処分を受けました。彼らの行為を正当化できるものは何一つなく、機内で下された決定はその全てが間違っていたのですから。飛行機そのものは数年にわたって別の航空会社で飛び続けました。飛行機自体に何の問題はなく、事故は機体のせいではありませんからね。この TU-134 便の事件は衝撃的とも言えるものですが、唯一無二の大事件というわけでもありません。例えばボーイング737などは滑走路の端すら越えて混雑した通りへとオーバーランしたことがあります。これは2000年の3月5日に起こりました。ネバダ州ラスベガスからカリフォルニア州バーバンクへ飛ぶ1455便のフライトは天候のため予定より2時間遅れました。よくあることですね。懸命にも嵐の中に突っ込むことはせず、空が晴れた時に遅れて出発することにしたのでした。フライト自体は何も問題はなく、飛行機は順調にバーバンク空港に近づいていきます。その時航空管制官は迫って指示が出るまで時速430キロかそれ以上の速度を維持するように指示を出しました。ここですれ違いが起こるのです。この後起こる恐ろしい事件のキーになったのがこの指示でした。機長は指示に従い行程を返し、言われた通り実行しました。一体誰が彼を責められるでしょうか。彼は指示に従っただけなのです。しかし起こったことは間違いなく最悪で、機長自身自分の行動を説明することすらできませんでした。高度910メートルまで下降し着陸態勢に入っても、機長は速度を維持するようにという命令を守り続けました。はっきりさせておきますが、航空交通管制が下降と着陸の許可を出すと、それまでの速度に関する指示などは全て自動で取り消されます。そして先に話した事故から分かるように、着陸制限速度を超えた飛行機というのは超超危険な状態なのです。機長も清掃重視も規則は知っていましたが、何かが彼らの正常な思考を妨げていました。減速しろという命令を口頭で受けなかったことで、彼らはそれまでの速度を変えることなく飛び続けたのです。滑走路へ安全に着陸できる速度を優に97キロ超えてのランディングです。さらに機長はなぜか許されていないほどの急な角度で機体を地面に向け、危険を倍増させました。一等航空士は嫌な予感を感じ、機長に何を、そしてなぜそんなことをしているのか聞きました。しかし彼が聞いた返事はただ一言、これでいいです。この間あちこちで警告灯が点灯していましたが、操縦士たちはそれを無視しました。スタンダードな手順を守れば、安全な着陸のための条件が満たされていない場合、飛行機は一周することになっています。基本的に何かが間違っており、飛行機の安全が確保できないのなら、操縦士は再び飛び続け空港を旋回しなければなりません。1455便の場合、完全に間違っていたのは速度でした。まあここまで来れば分かりますよね。機長は旋回をする必要性を認めなかったのです。後に彼自身なぜそんなことをしたか説明できていません。一等航空士などは間違いなく無理な着陸をしようとしていると分かっていたにもかかわらず、機長が事故を避けるための何かを準備しているのだと信じていたそうです。航空管制からの叫び声と警告灯の嵐を完全に無視し、彼らは滑走路へと飛行機を着陸させたのでした。飛行機は許容最大値を大幅に超え、滑走路の限界線を200メートル超えていったのでした。さらに不運が重なるように、この時滑走路は濡れていたのです。逆噴射を起動させ手動ブレーキもかける操縦士、それでも滑走路内で止まることはできませんでした。やがて飛行機は金属フェンスと空港外周の壁に激突、破壊しながらついには混雑した4車線の道路が通るハリウッドウェイの真ん中で停止しました。飛行機の機首は完全に粉砕され、
前輪はパンクしていましたが、内部はそれほど被害がなかったのです。緊急脱出スライドの一つが機内で膨らんでしまい、2人の乗務員が被害を受けましたが、それ以外で重傷を負った人はいませんでした。まさに奇跡というほかありませんね。じゃあいいじゃないかと思いますか。しかし飛行機が止まった場所のすぐ隣にはガソリンスタンドがあったのです。もしも数メートルずれていたら、火事そして大爆発が引き起こされ、犠牲者が大勢出たことは間違いありません。しかし飛行機は悲鳴を上げながらも動きを止め、火の気も起きず重傷者もいない。ハッピーエンドですね。まあ機長の誇りは粉々になったでしょうが、音声記録に記された事故直後の彼の言葉は明瞭な声でこう響きました。私のキャリアはここまでだ。残念ながらその通りです、機長。数ヶ月後、1455便の機長と一等航空士は2人とも事故が原因で解雇されました。そして当然ながら飛行機自体も甚大なダメージを受けていたので、後に廃機となっています。もちろん悲しいことですが、それでも全員が生き残ったということが一番重要なことですね。操縦士たちの格言があります。操縦士が歩いて帰れる着陸は良い着陸ということだ。そうあるべきですね。皆さんは他にどんな飛行機事故をご存知ですか？下のコメント欄で教えてください。今回何か新しいことを知れたなら、ぜひ動画に高評価とお友達へのシェアをお願いします。あ、ブラウザの戻るを押す前にもう一つだけ。ブライトサイドでは2000以上のクールな動画を公開しています。よかったら今表示されている左か右の動画をクリックして楽しんでください。ブライトサイドで人生をもっと明るく。